ご機嫌いかがですか。敷島会の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。福沢さん、ありがとうございます。 YouTube をご覧のあなた、ありがとうございます。長谷川隆であります。本日は後期2677年後期2677年平成29年4月29日土曜日、昭和天皇陛下のお誕生日であります。君が代は千代にや千代にさざれ石の岩尾となりて苔の娘まで。慎んで申し上げます。天皇陛下のご上位後の尊号は太上天皇陛下でなければなりません。皇后陛下は皇太后陛下でなければなりません。天皇陛下の先のお言葉を拝し、私たち国民の多くが恐れ多くも静かに見守っておりました。しかし先般政府は天皇陛下のご上位にあたり有識者と称する方々が取りまとめた天皇陛下の退位を実現する特例法案を発表いたしました。しかしその内容たるや見過ごすわけにはいかないものであります。有識者と称する方々やいかに人とは何か、人間とは何か、国家とは何か、その歴史と伝統、これに育まれてできてきた文化、歴史と伝統は和歌や歌に込められて現在につないでこられたのであります。敷島の大和の国は言霊の助くる国ぞ、まさきくありこそ。大和の国は言霊の国ぞ、政府は天皇陛下の退位を実現する特例法案を5月の連休明け、各党派代表による全体会合に示し、その後閣議決定し、今国会での成立を目指しております。このままではなりません。天皇陛下のご上位後の尊号は太上天皇陛下でなければなりません。
政府は天皇陛下の退位を実現する特例法案を5月の連休明け各党派代表による全体会合で示し、その後閣議決定し今国会で成立を目指しております。このままではなりません。天皇陛下のご上位後の尊号は太上天皇陛下であります。皇后は皇后陛下は皇太后陛下でなければなりません。新たに尊号を新たに称号を作る必要がなぜあるのでしょうか。新たに尊号を作ってはなりません。皆さん、歴史をあるいは和歌を短歌をたしなむ女性の方、女子の方、それぞれの選挙区で市議会議員、区議会議員、都議会議員、県会議員、衆議院議員、参議院議員、この議員の方々にご指導してください。教えてやってください。今こそ女性の女子の力が必要なんです。軽々しく新しい称号など作るとは何ということでしょう。この度の有識者と称する方々も確かに社会的には立派な方でありましょう。しかし日本の長い歴史伝統そのものを、あるいは和歌を通じて日本の歴史を本当に知ってるんで、知ってるのでしょうか。私にはそうは思えません。皆さん、もう一度、まだ遅くはありません。天皇陛下のご上位にあたり下々の者が申し上げるにははばかりますが、しかしここで言わなければならないことは誠に残念ではありますが申し上げさせていただきました。ありがとうございます。ネイルさん。